クリス・ダフィーはアメリカ合衆国バーモント州ブラトルボロ出身の元プロ野球選手。左投げ左打。2001年にドラフト8巡目でピッツバーグパイレーツから指名を受けプロ入り。2005年4月7日にパイレーツでメジャーデビューを果たした。2005年はわずか39試合の出場ながら341という高い打率を記録し2006年の 大ブレイクを予感させる形でシーズンを終えた。しかし、2006年の成績は、期待を裏切るものとなり、5月にマイナーリーグへ、降格となった。しかし、8月にメジャーリーグに再昇格してからは打率28、282と、まずまずの成績であった。2008年は、メジャー昇格がないまま、7月31日に、戦力外となった。12月18日、 ミルウォーキーブルワーズとマイナー契約を結び、2009年開幕ロースター入り。バッティング面での特徴は、ミートがうまいこと。ただ、2006年は前半戦の不調が影響し、シーズン2算打率はかんばしくなかった。走塁面では、高い能力を持っている。2005年こそに投塁だったものの、2006年は26投塁を記録。投塁史はわずかに一度だけで、 盗塁成功率96.2%は20回以上盗塁を試行した選手の中ではメジャートップの成功率だった。ありがとうございます。